はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。あたり前田様、白猫トモト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。政見放送の収録に NHK の奥深くに潜ってまいりました。政見放送受付なんていうとこから行ってですね、ぐる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 案内されて迷路みたいになってるのね。拉致監禁などされずに無事に生きて帰ってこられました。まるで迷路みたいで、案内してもらわないと迷いますね、あそこね。自分がどこにいるかさえ全然わかんない。後ろめたいから襲撃に備えてんですかね。城のあの庭みたいにこう迷いやすいように、そういうのなんつんでしたっけ、忘れちゃった。なんかクランククランク城下町になってて、車で進むの大変だみたいな、福島県白川がを車で行くと迷います。だから城下町でクランクばっかりでね、迷いやすいようにね。昔は凶暴な学生運動崩れの極左にも NHK に組まれてたみたいだし、襲撃に備えてんのかななんて思っちゃったりなんかしてね。政見放送は一切の起床禁止でした。バッジつけないでください。言われました。議員バッジ、現職議員っていうか、いないわな。告知後に放送されますんで、その時に放送する時に議員はいないんですけど、例えば議員バッジとか弁護士バッジとか、所属を表すのはいいんですけど、例えばブルーリボンであるとか SDGs のバッジであるとか、主義主張思想を表す、そんなもん悪かどうかは知んないですけど、共産主義者バッジとか、そういうのはダメって言われました。なのでブルーリボンバッジいつもつけてるんですけど、つけられませんでした。残念です。バッジいいよってするとですね、とんでもないエロい缶バッジとかグロい缶バッジとかつけるやつ出てくるからなんですかね。あとはお店の宣伝とかね、なんとか豆腐店みたいな。話してない表は放送されてからのお楽しみです。収録終わった後ですね、帰り送ってもらったプロデューサーさん、60歳ぐらいの、方がですね、実は私も10位なんですよなんて言っててですね、10位で NHK プロデューサーなんでやってんのみたいな、なんなのみたいな、ちょっと思いましたけれども、驚きました。でですね、収録の後ですね、喋った後なんか尺の調整かなんかかは知んないですけど、喋り終わってお辞儀した後、そのままでいてくださいって言われるんですよ。30秒ぐらい黙って、でその間取り付け続けてるんですけど、でそのままでいてくださいってフリップが出されるんですけど、それを見るとどういうわけか息も止めちゃって、そんな必要ないんですけど私。そんなことがあった。党代表付きたっくん凱旋者の回収オツでした。めちゃくちゃ忙しくて立ち会えませんでした、すいません。ということで凱旋者今日できてまいりました。まだ名前とか晒せないんでカバーがついてるらしいんですけども、やっとできてきたなあいう感じがあります。内裏たすきの選挙違反を絶対にやめない山添拓、6月16日18時新宿東南口のツイートでですね、2ちゃんのスレッドが立っておりました。ネットの反応です。存在そのものがあれ、こういうのは110番通報して現行犯逮捕が良い、反日極左暴力集団なんだから日本国の法律なんかどうでもいい程度、なんで捕まんないの、こういうのがかっけーって層に支持されてるからな、ひよったら後ろから撃たれる、法律守らないくせにいざとなったら法の加護を求めるゴミ、共産党は民主的に立法された法律を守る気はさらさらない、現行法を守る気がない政党が立法府にいることが意味不明、
ルール守らない俺かっけーって思ってる、結局政治活動は闘争なんだろう、こいつら法の上に立つ存在だと本気で思ってるから、らしいっすね。中国共産党は憲法の上に中国共産党があるんだって、そう明記されてるみたいですよ、ですんで憲法の下の法律よりもずっとずっと上ってことだな、中国共産党はな。共産党が日本の法律に従うわけがない。共産党に人法精神とかあるわけないだろう。マスコミも見てみぬふり、選挙違反を絶対やめない山添拓おかわり、6月19日昨日ですね、14時アルタ前、ちゃんとナイリタスキをつけてやっておりました。副代表田村智子も選挙違反しておりました。6月19日12時8公前、日本共産党田村まで見えますね、法律守らない俺かっけー、左翼ジジイどもが支持してっからやめるにやめられないって事情があんでしょうか。それとも副代表も違反してんのに下っ端山添がやらないではしばかれるとかいじめられるとか、熱戦のマイクで走りですっていう歌ありましたけど、いや普通に犯罪だし盗まれた方はたまったもんじゃないですね。都市学議会で言ったのはですね、我々民主主義者が作った法など守れるかと思ってんですよ共産党の皆さんはって言ったのと、革命成功後は家畜として搾取する予定の我々にいくら迷惑かけていいもんいいと思ってんですよって、言いました。本当のこと言ったら発狂してましたけれどもね、懲罰委員会もかけられましたけどね。立憲共産社民令和の論外野党合同でですね、安保法制に反対するママの会というのを作ってるようです。外国のスパイ同士が仲が良いこと、6月19日11時新宿西口、社民党代表福島瑞穂、立憲の衆議院議員吉田晴美、同じ場所で外出だったのね、共産の副代表田村智子、この人しょっちゅう出てくるな、令和の与田カレンっていう方、新宿の区議らしいんですけど、与田カレンってウィキペディアには元男性って書いてあるんですけど、なんでママの会にいるんだろう。まあ好きな格好して好きに自称してもいいですけど、ママにはなれんでしょ、ママには、元男性なんだからさ、ママの会の用心棒2名も目撃されておりました、画像提供受けました。こいつら2名が用心棒として、ママの会守っておりました。で、腕の腕章が自由放送団って書いてあるのね。界隈ではおなじみの組織だとなります。で、公式のホームページ見てみるとですね、キャッチフレーズが広く人民と団結して歩んだ100年、そんなに歴史あんのか、なんか白黒写真で昔の上り端労働葬儀みたいな、風景が載ってますけどね、なんかろくなもんじゃないですね、人民とか言っちゃってるし、というわけで実は仲良しの立憲共産社民令和だが、立憲内で意思統一ができてないらしく、枝野幸男がですね、令和とか野党じゃないってどっかの駅頭で絶叫してしまいました。ネットの反応です。何と戦ってんだ、見向きもされてなくて草、誰も聞いてないじゃん。これ動画上がってたんですけど、誰にも知らんぷりされて、真っ当な野党で大爆笑、あはは、枝野、俺が野党だ、野党って何だと思ってんだろう、野党争いに必死ですな、野党争いなんだそれ、キャッチフレーズは確かな野党に決定、かなり控えめに言って同レベルでは、お前んとこも大概だろうが、野党のプライド小、試験ですけど、参院選後ですね、枝野が仲間を引き連れて立憲を抜けるって噂あるんですよ。20〜30人、40人弱枝野についていくやつがおる、で枝野新党立ち上げるっていう噂がありまして、何でも新代表の泉健太がですね、恩知らずの恥知らずで執行部から全く遠ざけられて冷や飯食わされてて、それが不満であると、
あとは自分らが始めた共産党との共闘にもいい顔してないと、それにですね、なんとなくイエスともノーとも言えない弱い泉健太なんですけれども、少なくとも歓迎はしてないみたいですね。執行部ではママの会で令和に協力してんのに、枝野はそれに逆らってる構図と、さすがね、俺が正しい、俺に従えしか主張がない左翼の鏡だな。立場が弱い泉健太は参院選で議席減らしたら代表降ろされそうですね。責任取れって言われてね、枝野の再登板あるかもね、それとも枝野新党出来上がるか、次の名前は民主立憲党とかいいんじゃないでしょうか。もう思いつくのねえでしょ。それとも立憲民主党がいいのかなって思ったりなんかしてね、サイコパシーな小川淳也、立憲の政調会長、テレビ番組で維新憎しのあまり、東京ですら4500人しか亡くなっていないのに大阪で5000人亡くなっていると大失言してしまいました。4500人しか亡くなってないとかね、ネットの反応です。死者数に鹿は不謹慎、敵を増やすのうますぎ、自民だったら大騒ぎだぞ、日本人はもっと死ねって思ってるからな、自分とこの議員も死んでんのに、人権だの人命だのと偉そうに言ってる左翼の醜悪な正体がこれ、除名処分がふさわしいクリティカル、まあ自民党議員だったら辞めさせられるよな、これな。人の死も攻撃材料でしかない立憲民主党、テレビと新聞がかばうから無問題、自分の選挙の時に維新の他立候補の親の家に押しかけて出ないように何時間も説得してたやつでしょこいつ、徹底的なエゴイズム、自分さえ良ければいい、立憲の中でも逸材の異常者だなって思っておりました。立憲の代表はですね、こいつがいいな、何ですか分かんねえからなって思ってたぐらい、これ今回の4500人しか死んでないっていうのを立憲の代表として言ってたら立憲全体のイメージがだだ下がったのに残念であります。こんなの言えないよね。立憲の畑雄一郎参議、コロナで死んでましたよね、死んでましたよね。これもしか死んでないのうちに入ってんのかな。祖国の産業が心配で仕方ない朝日新聞、企業の半分は円安で痛手と答えた、円安は嫌と絶叫しておりました。ネットの話です。日本は輸出型だから円安はプラスだよ、中華なんて無理やり原安に持っていこうとしてわけで上場企業の 70% が増益、3分の1が過去最高益を更新、逆に聞くけど半分は円安がいいんだろ、そりゃ中間にダメージいくんだもの、赤ひも必死よ、円安で騒いでるのは中国朝鮮半島だよ、確かにユニクロとかヤマダ電機とかイオンにはマイナス、円高のメリットって何、朝日が言うなら日本にプラスしかない、嘘と捏造の朝日新聞と、記事よく読むとですね、34社がプラスと答えた、27社がマイナスと答えた、これをですね、どうにかこうにかへりくつこねて半分がマイナスと答えてるって見出し詐欺やっておりました、タイトル詐欺やっておりました。半分はいいって言ってるんでしょう、だいたいそんなもんなじゃないの、半分が良くて半分が悪いって答えだったらだいたいそんなもんなんじゃないの、9割がマイナスですって言ったらそれは悪いでしょうけどね。朝日読者はこんなんで騙されるんだろうからやめられまへんな。円安で例えばトヨタとヒュンダイが同じ値段になったら誰もヒュンダイ買いませんって、今でも月に数台しか売れてねえのに、日本ではね、スマホでもですね、ソニーとサムスンが同じ値段になったら誰も買わねって、サムスンなんか、朝日は祖国が心配で心配で仕方ないみたいでね、民主党時代の1ドル78円でバタバタ倒産してたでしょ、倒産件数確かね年間1万4000件ぐらいだったよ、安倍政権になった途端に8000件ぐらいにほぼ半減したんですよね。
悪い円安って言葉で何とかしようって画策してますけど、騙されないでください。野党とかテレビワイドショーが悪い円安とか謎の言葉作ってですね、騙そうとしてますけど、騙さないでください。輸入品と合わないはですね、国産品売れるようになるし、バイト目的の留学生も減るし、失踪してばっかの実習生も減るしで万々歳です。我が国は朝日のギャグが正解、これがあの正確無比単純明快な真理であるなと皆様覚えておいてください。よろしくお願いします。というわけで、あさってからは選挙ですね。早いなちょっと思ってるんですけども、準備でバタバタしてるうちにね、NHK に初めて中に入りましたけれども、あれは緊張するわな。私も若干緊張してるかもしれません。政見放送をご覧ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。